大田区らしい魅力あふれる街並みや景色を景観遺産として備え、それを生かした街づくりをさらに進めていくことを目的に、区では昨年度、大田区景観まちづくり賞を創設。初めての募集となった今回は、およそ90件の応募作品が集まり、先月22日には受賞作品の候補を決定する大田区景観審議会が開催されました。この大田区景観まちづくり賞には、建物や街並みなど個性的魅力的な景観を対象にした街並み景観部門と、魅力的な景観づくりに貢献している区民や団体、事業者などを対象にした景観づくり活動部門の2つの部門があります。街並み景観部門の受賞を受けた中の一つ、こちら桂川セーラの工場建築は、多摩川沿いに立地するネジや特殊部品の製造メーカーの建物、看板の鉄塔とノコギリ屋根がレトロな雰囲気を醸し出すこの建物は、昨年放送されたテレビドラマ下町ロケットのロケ地としてもおなじみです。大田区の町工場にはあまり見られない独特な形状、周囲の環境に調和した景観であることが評価されての受賞となりました。工場の景観ってそんなに綺麗なものじゃないので、それを選んでいただけるっていうのはすごい驚きですね。私も鉄塔を、そうですね、毎日会社来るとこう上見上げて、で入り口入って、今日も一日頑張るかっていうような気持ちを持ってやってるような鉄塔なので、ものづくりの町として工場を選んでいただいたっていうのは非常に嬉しいですね。また同じく町並み景観部門を受賞したこちらの古民家カフェ蓮月は、昭和2年に建てられた木造家屋、昔は池上本門寺の参拝者用の旅籠として使われ、その後蕎麦屋として営業。平成26年に蕎麦屋が閉店した後、リノベーションを経て現在は古民家カフェとして使われています。地域の方々のコミュニティスペースとして集まっていただいて、いろんなこうざくばらんな心に残るような時間を過ごしていただければなと思ってます。海外からもここを目的として池上大田区人が集まるような何かそういうところで力になれればなと思ってます。このほか街並み景観部門では、環境保全や自然との調和を意識し、地域貢献にも力を入れている都内屈指の物流ターミナル、ヤマトグループ羽田クロノゲート、関東大震災後の復興住宅として区内4カ所に整備された旧道順会の住宅分譲地のうちの一つ、もみじ通り、上池台にある小池公園とその周りの斜面に立地する住宅地が独特な景観を作り出している小池の風景と住宅地の3件が受賞しました。一方、景観づくり活動部門では2つの地域活動団体が受賞。池上六七丁目から東矢口にかけて続く植栽帯の手入れを行うこちら、なでしこの会は、それぞれが自然体で活動を楽しむスタイルをとっています。現在は会員は70名ほど。毎週活動報告のお便りを近隣に配布するなど、地域とも積極的に交流を図っている点が評価されての受賞となりました。会の目標というのは、元気で心も体も楽しく生きようじゃないかというのが最終目標なんですけれども、やってますと通った方たちがおかげさまでいろいろなお花が見れるので、とても楽しく歩けますとかやっぱり言ってくださるものですから、その会話がまた楽しくてとてもやりがいを感じております。このほか景観づくり活動部門では、専属池とその周辺で地域住民自らが活動資金を出し合い、80年にわたって続けられている公益社団法人専属風致協会の環境保護と育成活動が受賞しました。なお、大田区ではこの大田区景観まちづくり賞第1回表彰式を5月25日に開催します。会場はアプリコショーホール。
表彰式の後にはパネルディスカッションが行われます。ぜひご来場ください。